てはもう一掘りです、はい、明日から10月に入りますけれども、またしても家計に値上げの波が押し寄せています。帝国データバンクの調べによりますと、10月に値上げされる食品は2911品目、9月に値上がりした品目数の2倍を超えます。今年の4月を上回って、最も品目としては多い値上げラッシュの月となりました。スーパーの買い物客は、値段が上がっていって結局そのやっぱり自分の働いている給料も同じように比例して上がってくれれば生活していけると思うけれども、お菓子はちょっと困りますね。家でお菓子作ることの方が多くなりました。食品の値上げラッシュをもう一掘りします。もう一掘り。札幌市豊平区のスーパーキテネ食品館で来月から値上がりする商品を聞きました。そうですね、こちらが飲料コーナーになりますね。ほぼほぼ各社さんがある程度一斉に上がってくるっていうのは、ここ最近にはちょっとなかった傾向かなっていうのはありますね、はい、ペットボトル入りなどの飲料についてサントリー食品インターナショナルは、明日出荷分から 6% から 32% 値上げ。北海道コカ・コーラボトリングは 5% から 19% 値上げします。仕入れ値が上がれば店頭の価格も上げざるを得ないと言います。値上げ幅としてはだいたい 10% から 15% の間ぐらいという形にはなります、はい、なるべく安くお買い求めできるような商品構成のラインナップをした形の、棚の作りをしていきたいなとは考えています。そしてチョコレートもまた値上げ。チョコレートの日本の2大メーカーの部分が、足並み揃えてくるっていうような形になりますね、はい、ガーナミルクだとか明治ミルクチョコレートって本当に 2,3 年前の話になりますけど、100円ぐらいで買えてたんですよね。すでにこの日税抜き130円前後になっていましたが、さらにメーカー側はカカオの原産国の不作などを理由に10月以降チョコレート菓子を相次いで値上げします。納豆も来月からメーカーが値上げするため、店頭価格で10円から15円上がることになりそうです。帝国データバンクは10月の食品値上げの傾向をこう分析します。主にペットボトル飲料ですね、こちら の大手メーカーのほとんど全ての商品で値上げ上げになるというところですね。加工食品については主に食肉大手の出荷品目でソーセージ、ハム製品が一斉に値上げされるという状況になっています。共通しているのは昨今のトラックドライバーの不足の問題のところもありまして、物流費というのが非常に大きく上昇してきています。今スーパー側は少しでも安く商品を提供しようと工夫しています。こちらのうどん、これ餃子の皮の耳で作ったうどん、今まではこれを廃棄してた形なんですけど、それを改めて全部またまとめて練り直した形で作ったうどんなんで、茹で上がりはつるもち食感で大変美味しくできてて、なおかつ価格的にも安くできるっていうところの商品。このほか形が少し欠けた規格外の豆腐を仕入れ安く販売するなど、できる限りの努力をしています。今年もね、たびたびお伝えしてきたこの食品の値上げなんですけども、ここに来て今年最大の、上げ幅ということになるわけですけれども、はい、鶴岡さん、今のニュースを聞いていかがでしょうか。月曜日結構この話題多くないですか。そうですね、僕結構ねこの見てる感じがするんですけど、月始めの時が多いからね、はい、ちょうど僕アメリカ帰りで、はい、やっぱアメリカの物価と日本の物価が比べたら全然違うじゃないですか。そうですね。でもやっぱりこうね、日本安いと思ってても、やっぱ賃金もやっぱ安いので、もうね、物価上がるのはもう仕方ないこととして、やはりこう賃金がね、それに比例して上がっていくのを
願うばかりだなと思いますね。その通りですね。で、今年値上げが相次いでいる原因というのがもちろんあるわけですけれども、はい、帝国データバンクによりますとですね、値上げの要因として、まあ、3つほどあるということで、多いのはですね、まずこの原材料費ですね、まあ、これはいろんなニュースでも言われていることですけれども、次いで物流費、まあ、これはいわゆる2024年問題でトラック運転手の時間外労働の時間がこの4月から制限されて輸送コストが上がっているということによるもの、そして3つ目が包装資材費というもので、これはまあ食品にはこれ欠かせないもののコストになりますからね。で、この先値上げというのはこれ年末にかけて、はい、まあ、沈静化する、まあ、見通しだと。見通し、まあ、ここはまだ、ね、不確定であるので、まあ、あくまでも見通しではありますけれども、ね、断定はできませんけど、うん、ただもうここ数年間ずっと毎年値上げしているので、うん、はい、まあ、どうせこの後も何か要因があって上がるんじゃないのとも見たりもするんですけど、ね、一般感覚としてはそう思っちゃうしね、はい、うん、ただ、まあ、そんな中でね、うん、まあ、これもちょっと明るいニュースかなとは思うんですけれども、もう一つ明るいニュースと、さっきちょっと賃金の話もね、鶴岡さんから出ましたけれども、国が定める最低賃金というのがありますが、これ10月から引き上げられます。北海道で言いますと時給960円から1010円に、これ50円アップして、まあ、ついに1000円のこれ大台を超えるということになりますね。ということで、働く人、それから雇う人の声を聞いています。中央区の弁当店八若にはパート従業員が24人います。時給はすでに最低賃金以上になっていますが、人員確保のため来月から全員の時給を50円以上アップします。50円そのまま上げたら50円の経費がかかるので、だからやっぱり値上げしなきゃならないですね。食品とかそういうのを削っていくとお客さんは分かるので、またお客さんいなくなるんでね。うちの場合は絶対そこ触らないですよ。従業員の反応は嬉しいですよね主人がもう年金暮らしなので、はい、少しでも足しになればと、はい、ただ賃金が上がることでこんな心配もあります。時給上がるのはいいと思うんですけど、ただ時給上がることによってそれこそ年103万とか130万になっちゃうし、そうなると働きたくても働けない。年収の壁を超えると扶養から外れたり社会保険料が発生したりするため、働く時間をセーブする人も出てきそうです。そうなると会社側には減った分の労働力をどう確保するのか、まあ、新たな悩みとなりかねません。まず鈴井さん、はい、最低賃金がまあ1000円台になるって、このことはどうでしょうかね。まあ、それはあの喜ばしいことだとは基本的には思うんですけども、うん、今ありましたように103万円130万円の壁ということで、はい、それただやっぱり、ね、制限があるわけですから、うん、その人たちにとってはじゃあ時間を短くするということになると、今度は雇用する側も働き手が足りなくなってしまうというところがありますから、これやっぱり全体の枠組みっていうのももう一回見直さないと、うん、難しいのではないかなと思います。仕組み自体はね、単純に何でも上げればいいっていうだけの話で収まらないような気がしますね。特にあの年末になってくるとこうちょっと書き入れ時で忙しくなるじゃないですか、はい、でもすいません、もうちょっとあの今年年収超えそうなんで、はい、働くちょっともうシフト入れないでくださいみたいな話があるわけですよね。さあ店長とかね、どうしますって感じになっちゃうんで雇い主の方ね、はい、でも実際そうやってね、あの店長が多めに働いたりとか、そうやってカバーするカバーしたりってことが起きてるわけですよね。正社員の方大変みたいな、ね、そうそうことになりますし、そしたら今度働き方改革にならないじゃないかって話になっちゃうんで、ね、でも一方で働くのは働きたいっていうね、うん、気持ちはあるのは変わらないし、稼ぎたいっていう気持ちもあるんだけどっていうところで、等しくね社会保険料とか税金は納めなきゃいけないので、はい、でも賃金が低かったら取り分が多くなっちゃうんで、うん、そうするとだからこのバランス、バランスをねどうするのかって問題なんですけど、で実はあの給料、まあ、全体としてですけれどもね、こちらあのこれ先週国税庁が、公表した調査なんですが、民間企業で働く人の去年1年間の給与平均すると460万円でした。でこれはですね3年連続増加していまして、この10年間では最も高い額なんです。
ですよね。まあ、近年ねベースアップしていて、世の中的にはね給料上がっているっていう傾向ではあるんだけれども、はい、それを上回る物価上昇ということが今起きていて、ちょうどねこの10月27日にはこのままいくと衆議院選挙があるということで、はい、新しいリーダーがねそこで、まあ、国民から選ばれることになりますので、まあ、経済対策っていうのはこれは大きな、議論の、ね、柱になるんじゃないかなと思います。